ヘイブンはイギリスのロックバンド。1996年に結成され、2005年に解散。コーンウォールペンザンス出身。1996年に結成。1998年にザ・スミスの初代マネージャーであるジョーモスに見出され、翌1999年にマンチェスターに活動拠点を移す。2001年5月にバンド初のリリースとなる EP。 ティル・ザ・エンドをリリース。ティル・ザ・エンドレコーディング後に、ドラムのトム・ルイスが脱退。2002年2月に、ジョニー・マーがプロデュースを手掛けた、ファーストアルバム、ビトウィーン・ザ・センシズで、アルバムデビューを果たし、全英26位を記録。同年、サマーソニックに出演。2003年6月、セカンドアルバムのレコーディング中に、ギタリストのナットが、 顔面神経障害を患いバンドはレコーディングを中断し、ナットの回復を待つことになる。半年後の2004年3月にセカンドアルバム、All for A Reason をリリース。ジョニー・マーの他にマニック・ストリート・プリーチャーズや、オーシャン・カラー・シーンのプロデュースで知られるデイブ・エリンガが、プロデュースを担当し、マーは2曲の共作及びギターを担当。同年、フジロックフェスティバルに出演。 2005年に解散、ありがとうございます。